どうもカムテクです。最近ねこの、自転車にですねちょっとハマってるんですけど、今日はですね、このジェッターでですね、松尾寺までですね行ってみたいと思います。で、まあ、そこからですね、まあ、もし行けるんでしたらね、山道を通ってね、八田丘陵までですね抜けれたらいいなと思っております。ただまあね、初めて行きますんでね、全然自信がないんで、まあとりあえずね、まあ、行くだけ行ってみましょう。まだ走り出してねちょっとだけなんですけど、今日ねこの中にね帽子かぶってこなかったんですけどね、この時期ですね帽子なかったら頭寒いですね。毛失ってるっていうのもあるかもしれませんけどね、何しろスースーします。グラベルっぽいね、なんかええ感じの道になってました。ただね、雨上がりなんでね、もう水がね、湧き水がね、あちこちから出てきています。松尾さんに向かう、長い上りに差し掛かってます。誰が何と言うと電動最高です。はい、皆さんも味わってください。この楽さ加減ね、楽ですよと言いながらちょっと息切れしてますけど、はい、ではあもう80パーになったか。はい、今ね松尾さんの入り口まで行きました。この坂ですね、結構なハードな坂でした。びっくりするぐらいハードでした。でね、入り口がねこの先にあると思うんで行ってみましょう。おお、あれですね、多分あれが入り口。歩行者入り口となってるんですけど、自転車も行けるみたいなんで行ってみましょう。よいしょ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 。あ、際どいな、際どい、降臨が降臨が、いきなり激坂ですね。行けるのかな。これ無理、無理です。ここ無理やったらどうなんやろうね。もしかしたらやばいかもしれませんね。いきなりピンチかしらせん。まあ頑張ってみます。よし、おお、行くぞ。アシストアシスト行きます。よし、現在残量70%です。あ、でもやっぱりね、こういうね、上りがきついところは、あの上りのパワーあるね、YPJ で行きたいですね。早くね、YPJ の時はね、グラベル入れたいんですけど、それにはまずね、ホイールから。交換しないと見てるので、やったでな。これいきなり分かれへん。これどっちですか、白石畑かやたでなか。僕はどっち行ったいんですかね。まあやたでなかな、やた丘陵かやたでなかな。やたでな行ってみましょう。これちょっと待って、これやばいわ。これ見てください、これこんなとこですね。これはさすがに押すしかないですね。やばすぎやろ。よいしょ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 。これはこれ
40C グラベルとはいえね、全然ダメ。こんな道が続くんですかね。これね、一人でごっつ不安です。急やな、これ。めっちゃ急。誰か、太いタイヤ通った跡ありますね。松尾さん山頂、ちょっと下りですね。行ってみましょう。ああ、いいじゃないですか、これ。これならいけそう。これならいけそうです。よいしょ。しんど。よっしゃ、眺望のいいエリアにやってきました。なんていうとこでしょうか。おお、すごいで、すごいじゃないですか、これ。なかなかの見晴らしですね。あれ、なんか海なし山とかここら辺までなんか見えてる気がしますね。気のせいかな。どこでしょうか。おお、あれが若草山かな。若草山見えてますね。なんか看板がありましたね。おお、これか。ネットで見ましたね。楽しい山道ですね。これね、ちょっとどう編集するか悩んでるんで、縦で撮ったり横で撮ったりしてるんですけど、まあこれ長編になるんでね、横がいいですね。横の方がいいと思います。はい、看板があるんでね、看板チェックしましょうね。こう可愛いですね、この鳥さんね。ちょ、豆かな。はい、私が行きたいところはここですね。で、今の分かれ道がこれね。降りてったら八田寺ですよと、このルートでね。で、こっちを行きましょうという感じですね。ここまだこんだけしか進んでない。ここまでまだまだ楽しみますね。サイクリングロードちゃうわ。何ですかこれ。なんか知りませんけど、山道ね。山道最高。山道最高です。で、まあね、ネットに書いてたんですけどね、あくまでもね、ここはね、歩いてる人優先ですのでね、自転車は歩行者優先でね、行きましょうということで、まあ、スピード出さんことですよね。なんちゅってもね、ゆっくり走るのが一番です。もうぶっ飛ばしたりしたらね、この曲がり角とかでね、左がしら引いてしまったりして大変ですよね。安全第一です。おっと、お、登り行きますか。いける。あ、見えへんかった。
こんなね雨上がりのね曇り空の鬱陶しい日でもね、こんだけ楽しいってことは、晴れた日なんかやったらねもっともっと楽しいんですよね、気がします。はい、このヘラが地味に効きますね。ゴツンゴツン効きます。あっちこっち分かれ道がある。あ、ちょっと太いタイヤ、これない、これ車通ったみたいな太いタイヤ跡がありますね。よいしょ。お、これなんか看板、かわいい看板があります。お、山火事予防って書いてます。これかわいい看板。森の動物たちがね、山火事やめてって言ってますね。はい、おっと、また分かれ道。どっちですか、分かれ道がまた分かれ、すごいなここ。全然分かれへん。どっちやろう、こっちかな。ね、向こう分かれ道の分かれ道やってるでしょ。あーはーはーはー、あー、ちょっとこっちか、こっちですね。はい、こっちです。あ、ちょっと危ない。ラングラーのね泥遊びも楽しいんですけど、やっぱりこのね自転車でね泥道走るっていうのもね、これやっぱり楽しいですね。やっぱり泥遊びっていうのはやっぱり基本楽しいんじゃないですかね。ちょっとあっちこっちに分かれ道がありますね。分かれ道だらけで、これまた下って上りと思ったらこっちも下り、すごい道だらけ。この山すごいですね、道だらけですよ。何々またまた分かれ道、多分まっすぐですよねこれね。やた寺じゃないからまっすぐちゃうちゃうんかな。どういうこと、ちょっと不安になってきましたね。マジ、どっち、やた寺じゃないですよね。まっすぐ行こうか、カンボが取れてんだよね。よしよし、登ります。何しろ分かれ道だね。どういうこと、何しろ分かれ道。まっすぐなんかな。まあいいか、まっすぐ行きましょう。でパワー残量50%の、あ、違う、これ完璧、これ車ですね。完璧車の跡です。あ、車も通っていいんですかね、この道ね。それかまあ管理人さんでしょうか。もう一段楽な段がありました。とか言うてたらなんか見晴らし台ですね。見晴らし台。すごいなこれ。せっかくやから
行ってみたいですね。あ、こっち緩やかやな。よいしょ、こっちから行きましょう。よいしょ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 。あ、なんか調子出てきたな。よいしょ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 。あ、じゃあ登って行ってみましょう。しんどいですけど面白いですね。おお、生駒山すごいな。これ生駒山が見えます。ヒューンとって飛行機の音ですかね。で反対側が奈良ですね。奈良ですよ。すごい、まあ、こんなとこですね。はい、先を急ぎましょう。ねえ、これね、何しろ分かり道でしょ。あれ、ちょっと待って、子供のなんとかで。子供の森、左。マホルバ展望休憩所。100メートルで休憩所って、まあまあ行ってみましょうか。まあ、戻ってきても知れてますね。あれかな。あ、休憩所こっちね。よっしゃよっしゃ、マホルバ、マホルバ行きましょう。お、車のタイヤとこっちまで続きますね。とか言ってますね。はあ、よいしょ。なんか休憩所は大したことないんですけど、なんか山火事注意のね絵があるんで、これ見に行きましょう。これがまた可愛かったりするんでしょ、これ。いや、可愛いなこれ。はいはい、消防士さんがうーちゃんとアライグマちゃんよしよしってしますね。はい、みんな泣いてます。山火事は起こさないようにしましょうね。はい、よくしょ。ブレーキが鳴き出しました。で持って、ほんで持って、合流してるんですかね。あ、ちょっと滑る。合流してますね。はい、合流してますけど、どうしようかな。下道行きたいけど、まあいいか。合流、まあ、向こうの道はね、今度通ってみることにしましょう。あ、朝じゃコンクリート。結構急な坂です。タイヤ結構持ちこたえてるな。ズルズルとか行きそうで行かへんです。なので、まあ結構持ちこたえてます。ええ感じ。ええ感じです。ええ。赤。ああ、すごい段差。すごい衝撃。やだ。うー、またぬかるみ出た。これ
これはすごいな。ジュルジュルです。ほんでもってまたしてもですよこれ。今度どこですか。あ、南生駒駅に行けるんですね、左行ったら。で、子供の森はこっちです。はい。お、切り切ったと思いますね。ちょっとね、山の中すぎてね、ネット環境も怪しくて、現在地がどことかね、つかめないんですけど。で、あとね、地図ね、地図プリントアウトしてきたんですけど忘れてきたみたいですね。地図がないです。よいしょ。子供の森、え、子供の森、何、東本名寺、うわ、ちょっとちょっと、あ、子供の森のなんか2つありますよね。本名寺、僕はどっち行けばいいんですかね。ちょっと調べます。はい、調べてもよく分かりませんね。で、まあ本名寺さんじゃないような気がするんで、なんか戻るみたいな気がしますけど、こっち行ってみましょうかね。戻るみたいな感じやね、これね。戻るようで戻るんじゃないのか。戻ってないですね。出た、かわいい看板出ました。はい、かわいいですねこれ。これ誰ですかね、ミンクかな。ミンクがこれ山火事になって泣いちゃってるんです。これね、タバコが原因ですよって出てますね。はい、おお、ぬかるみ、ぬかるみ出た。で、お、出た出た、子供の森峠池。もうちょっとです、もうちょっとです、多分多分ね。よっしゃ、あ、なんか線がいっぱい引いてます。あのコンビニとかってやったらですね、泥棒の身長これ何センチでしたとかいうやつでしょうね、多分ね、これね。はい、ここにもあります。はい、よいしょ。ここからちょっと下りですね。お、急な下り、急な下り。お、下りが続きます。下りをですね、だいぶ激しく下ってきたんですけど、ようやくね、なんかこう建物が見えてきました。あれがね、じゃないでしょうかね、多分ね。じゃあ行きます。よっしゃよっしゃよっしゃ、電動車、シャボン重たいですね。はい、なんとか
ドロドロですけどね、まあなんとかね降りてくることができました。良かったです。この辺が結構ドロドロですね、はい、もうちょっと下行ってみましょうか。ええ運動になりましたね。最初出発した時はね、この帽子かぶってなかったんでね、頭がスースーして寒かったんですけど、まあね山走って程よく温まってるんでね、今この風が気持ちいいです。ええ感じ、ええ感じです。はい、でこの八田丘陵ね、前々から噂は聞いてたんですけど、まあどうですか、オフロードどういうので、ね、この山道をね自転車で走るっていうのは、まあ、全然興味がなかったんでね、今まで調べもしなかったんですけどね、まあなかなかええ感じです。これ何ヒラヒラしてるの、なんかヒラヒラしてます。何ヒラヒラしてるの、ね、何がヒラヒラしてるの分からん。はい、ええ感じです。まあ、それもこれもですね、このやっぱりタイヤのおかげですね。これのね、このタイヤね、このタイヤのおかげです。はい、そんな感じで今日は松尾さんから八田丘陵子どもの森までの山のルートでした。またお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。ちなみにバッテリー残量は 40%。 これなら無事会社まで帰れそうです。やったね。